それでは本谷選手の試合後インタビュー始めたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まず、ライディアンバサダーのくるみさんからインタビューです。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。まずはおめでとうございます。ありがとうございます。試合終わったばかりですが、今の率直な気持ちをお聞かせください。トーナメント1回戦とりあえず突破できたんで嬉しいです。はい、本当にバンタム級トーナメントの1回戦一発目だったと思うんですけど、試合の中でどうでしたか？何かこう緊張などはありましたか？そうですね、思ったよりなんか緊張がなく、なんかすごい東京ドームがなんかすごい開放的ですごい楽しかったです。はい、今回戦った岡田選手、実際戦ってみてなんか印象の違いなどありましたか？そうですね、印象、まあでも印象通りというか、まあ上手い選手だなと思いました。はい、まだ始まったばかりだと思うんですけど、今後トーナメントで戦いたい選手などはいますか？特に戦いたいっていう選手はいないですけど、1回ずつ1つずつ勝っていきたいと思います。はい、今後の展望をお聞かせください。展望、まあ1回ずつ勝ってって、まあ、今回決着できなかったんで、しっかり見せ場を作れるいい試合をしていきたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。オフィシャルからは以上になります。続いてマスコミのインタビューです。お願いします。はい、本格闘技の松山です。お疲れ様でした。ありがとうございます。今日徹底した打撃勝負に出たのは作戦だったのでしょうか？そうですね、まあ、組み技のことはあんま考えてなかったです。まあ、なったらなったで打撃で圧かけていこうかなと思ってました。それは首相撲、膝も連打で当ててましたけれど、打撃の展開の中でいけるというふうに踏んだ感じですか？そうですね、まあ、1ラウンド目で大体なんかいけるなっていうのがあったんで、そのまま3ラウンド進めました。ありがとうございます。